およそ21万ものアイテムを揃えるハンズマン大野城店。店内には日常生活に役立つ商品が勢ぞろい。暮らしの悩みは全部ハンズマンで解決しちゃいましょう。暮らしの困った解決隊、やったー。さあ、こちらのコーナーでは暮らしの困ったなーや、こんなのあったら便利だなといったものをハンズマンの厳選商品で解決してまいりたいと思います。さあ、大掃除の季節になってまいりましたね。はい、ね、はい、ケルヒャーご存知ですか？高圧洗浄機ってことですか？そうですね、はい、全種類取り揃えているんですけど、新しいアイテムとしてアクセサリーが2つ登場しましたので、はい、紹介したいと思います。まずはこちらですね、はい、テラスクリーナーになります。マンションとかの床掃除の人がこう使ってるみたいな、はい、結構上等なというか結構ボリュームのある感じの。そうですね、これでぐるぐる、はい、ぐるぐる噴射しながら、そしてこのブラシで、はい、あ、結構しっかりした硬いブラシですね、はい、ブラシでかき出しながら広範囲で洗浄することができる。できます。え、ということはそのお家のデッキとか、はい、っていうことですか？そうですね、うんうん、テラスとかですね、はい、本当にあのうちケルヒャー実はあるんですけど、はい、ピンポイントで綺麗にはなるんですけど、はい、むっちゃ時間かかるんですよ。もうちょっとずつちょっとずつちょっとずつもうこれだと一気に、うん、一気になります。もう一つはベランダのお掃除などに最適なアクセサリー、デッキクリーナー。こういう感じで、あ、はい、これもここから噴射してこの範囲の分が綺麗になる。そうですね、こちらもそうですね、水はねが しませんので。じゃあベランダとか、その要は集合住宅のベランダとかでも、はい、使えるタイプ。そうです、もう狭いところもヘッドが回転して。おお、でもこれって収納の時はどのサイズになるんですか？収納はコンパクトになりますよ。おお、要はこの箱に入るサイズになるってことですかね。はい、あ、いい、いくらですか？これ皆さん買いますばい。さあ、続いてのアイテムこちらなんでしょうか？はい、よくですね、お客様からカビと苔が気になりますっていう要望があるんですけど、はい、ぜひお勧めしたい商品がこちらです。おお、ワンステップクリーナーって言います。おお、外壁とか、はい、壁、はい、あと塀とか、うん、そういうののカビとか苔。はい、そうかけるだけでカビと苔が落ちる。すっごい落ちます。うわ、めっちゃ落ちそう。これ2種類ありますが何が違うんですか？はい、青が速攻性があります。で、緑に関しては持続性があります。へ、はい、これからあのずっと長く持続性を持ってきれいにしたいよっていうことはこのグリーンがおすすめなんですね。そうですね、でも実際お客様の声は、はい、特効性ですけど、はい、持続性もあったっていうふうに長くもう本当言われたっていう声もありますね。じゃあ気になってる方は一旦やっぱり使ってみて、はい、こう効果を確かめてみるのが、すぐ効果が出るみたいなので、はい、むっちゃ押しますね。こんな副長初めて見た。前のめり。他にも年末の大掃除におすすめなアイテムをご紹介。すごくね、自分の名前でしょ、これ。茂木和也さんっていう人がいるってことですか？そう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 。私も作りたい。若田部佳代さんの。そう、若田部佳代むっちゃ落ちるとか言われたい。いや、いろんなシリーズありますし、はい、自分がね、どこをきれいにしたいかってかなり細かく分かれてますね、はい、水垢用って書いてある。そうですね、まあ、でも私もキッチンで使ったことありますけど、うん、焦げとかサビとかまで落ちたりしますので、はい、なんかこれ一本でお風呂場も行ける、はい、キッチンも行ける、はい、でトイレの便器の黄ばみとかも行けちゃう感じなんですね。そうですね、おー、優秀かも、はい、そう、いろんなシリーズがあるから、はい、自分のね、こう、そうです、落ちたいところ、落としたいところに合わせて、はい、選ぶと、はい、そうですね、はい、いろんなのがあるな。そしてこっち、技職人魂シリーズ、はい、こちらもおすすめになってます。へえ、うわ、いろんな洗剤ありますよ。あー、なるほど、換気扇とかコンロ、オーブン、レンジフード、あー、そこにしっかりと効きますよと。だからやっぱり用途に合ったところに使うことで効果を発揮するってことですよね。そうですね、へえ、多分お客さんの要望で入った商品ですので、へえ、はい、ぜひ、はい、いい商品だと思います。さあ、続いてはこちらでございますか。はい、はい、お盆ですね。お盆、お盆、はい、種類が増えましたので、おー、はい、とっても可愛らしい朝食をこの上に乗っけたりとか、うん、あ、一人分ずつこう、こういうこと運ぶんじゃなく
って一人分ずつ。おしゃれ。写真撮る。本当。ちょうど大きさも、はい、あのちょうどよくて、これ長方形で、はい、こっちが正方形。かわいい。こっちは通常運転。こっちじゃん。お正月どう？ちょっと華やかになりますよ。黒豆とか。あ、いいおかですね。カズノコとか。いいですよ。で、ことぶきのあのお箸でね。あ、いい。こちらはランチョンマットとしても使える木製トレー。縁なしタイプでとってもおしゃれなんです。縁がないんです。周りの縁がないので、はい、フラットに置けて、はい、ランチョンマットでも使えるし、はい、トレーとしてでも活躍しますよ、はい、おー、またこれおしゃれだわ。いいですよね。色味もね、あのお家のテーブルに合わせてね、はい、あの無垢のダイニングテーブルとか、あの水しみが気になりますよね。あの、こういうお盆を使えばすごい。なるほど、はい、あと直接熱いものを置きたくない時とかにもいいですよ ね、はい、そうですね。確かに。これただ切ってあるだけじゃなくて、会社ここ滑らかにこう削ってありますよ。だから取りやすいってことですよね。あ、なるほど。こうやってペタッと置いた時に、うん、はい、はい、こことちゃんと離れているので、はい、こう持ち上げやすい。そうですね、はい、おー、ちゃんと考えられてますよ。でサイズがこれは3種類、はい、色が2色、はい、これやっぱりこう写真撮る時とかにも本当映えると思いますよ。続いてはちょっと贅沢な気分を味わえるスタイリッシュな式セット。これはだから日本酒を入れて、はい、まあ、飲みますよっていうのは、はい、これって素材なんですか？ステンレスになりますね。ステンレスっていうことは熱感も冷やも大丈夫？そうです、キープできます。あったかいものも冷たいものもキープできます。スタイリッシュでかっこいいですし、かっこいい。これいいんじゃないですか？ただのステンレスじゃなくてですね、はい、ここはあの水筒と一緒に真空の構造になってますので、ほう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 。だから熱いのを入れても外に響かないんだ、はい、あ、じゃあ持つときは熱っ熱っ熱っってならなくていいんですね。ならなくて、お酒を入れてこのまま温めるってことはできるんですか？そうはできないですね。できないんですね、はい、で中に熱々のお酒を入れるっていうことなんですね。そうですね、はい、なるほど。だからあの本当に水筒みたいな感じですね。そうですね、中でちゃんと保温してくれる、保冷もしてくれるっていうタイプのものですね、はい、そうです。これかっこいいわ。なんか贈り物にもいいですね。本当ですよね。もらうとやっぱ嬉しい。こちらは多くの飲食店からの要望で入荷したフードパック。じゃあこれはテイクアウト用にということですか？そうですね、要望がありましたので、でワンタッチで発泡で、あ、このね、はい、開けるのもこうなってますけれども、これをこうやってパチッてやると簡単に開くよという、はい、そうです。蓋と一体型になってるので散らからない、はい、っていうのもいいですよね、はい、うん。あとこうほら、自分が気に入らない弁当を作ってしまった時にはこうやって隠しながらも、ないないない、レアレア。サイズもいろいろありますよ、はい、ちっちゃいもの全部で5種類になりますね。さらにちっちゃいもの、はい、これでもお弁当を作る人からすると、うん、この仕切りがあるっていうのはどうですか？いや、いいよ。ご飯とおかずとそれぞれ分けて、はいはい、でしかもこれが高すぎないので、うん、なんかこうふんわり盛りして、なんかこう映えるお弁当が作れそうな気がします。なるほど、うん、あと仕切りがないタイプもありますからね。ちなみに10個セットと50個セットの2種類を販売しています。仕切りがないときはこっちにあるような、はい、なんだろう、こうカップ、お弁当カップを使うといいってことですか？そうですね、あのこちらもお客様の要望であの導入した商品なんですけど、はい、みさらしと透明のカップになります。普通、はい、なんかお弁当用のカップっていうと、はい、結構カラフルなものが多いんですけど、これ意外とシンプルな、まあ、そのシンプルなものがお客様要望っていうのがあって引っ込んでました。あ、逆に、はい、素材の色を邪魔しないというか。そうです、なるほど、はい、サイズも、形もすごい種類がある。ただの丸だけじゃなくって小判型とかね、うんうん、四角いのもありますし、うん、これすごい。電子レンジ使用可だって。そうですね、大使使ってますので電子レンジも OK です。楽しいですね。お母さんたちお弁当作るの大変でしょうけど、うん、少しでもなんかこう気分の上がるものとかね、うんうん、あとお店屋さんのそのテイクアウト商品をされてる皆さんも、ね、おしゃれなお弁当が作れるってことですよね、はいはい。さらにとっても便利なバスケットが登場しました。
ハンドルを内側に倒すと積み重ねることが可能。車内の荷物まとめや運搬にもおすすめです。カラーは5色あります。そしてみんなでかぶってテンションアップ、アニマルマスク。10種類以上もあるのでイベントやパーティーなどにおすすめです。さあ今日もいろいろ紹介しましたけど、はい、やっぱり掃除グッズ、そうですね、頑張らなきゃって思いましたね。お家をピカピカにして、はい、いい新年を迎えましょう。はい、ということで暮らしの困った解決タイム、よいお年を。ちなみにハンズマン年末年始の営業はご覧の通り、大野城店、草見店、いずれも元日のみお休みとなっています。来年もぜひハンズマンをよろしくお願いします。